ボンドチャンネルをご覧いただきありがとうございます。本日はボンドカーズ名古屋より車両紹介の動画をお届けいたします。今回もよろしくお願いします。お願いします。今回ご紹介させていただくお車がマクラーレン 570S、 こちらをご紹介させていただきます。またすごいのがやってきましたね今回。ボンドらしいといえばらしい、とんでもない車が、強烈なのがやってきました、はい、ちょっと端から順番にご紹介させていただきます。で、はい、今回僕2021年から、ちゃんと車の情報もちょっと喋ろうと思って。車なんですか、情報をね、はいはい、いつもふわーっと紹介するだけなんで、はいはい、でこちらの車は2019年式、走行距離が8000キロ、はい、めちゃめちゃこう距離薄の、そうです、はい、個体になります。でまずボディカラーがすごい、これそうなんですよ、はい、調べたらなんかオプションカラーなんですか。そう、 MSO のバートンブルー、はいはい、これちょっと動画で伝わるか分かんないですけど、はい、とにかくこのギラギラ感と、そうなんですよね、この濃淡が、はい、まあ、結構イギリス車は毎回こうギラギラすごいですなんて言ってますけど、まあこれすごいですね。すごいですね。ちょっともう本当に高級車の方の色というか、はい、なんですかね、不思議ですよね。ですよね。派手派手な感じしないんですけど、ものすごく高級感あります。でまたなんかこのマクラーレンのこのデザインとなんかめちゃめちゃ合ってますね、合ってますね、はいはい、なんかこうスペシャルなボディカラーですけど、はい、で今回の車は外装に関しては、うん、カーボンのパッケージとかついてないですけど、そうなんですよ、なんかこうボディカラーでこう、うん、目を引いてるんで、はい、なんかこうなくてもこう全然寂しさを感じないというか、そうですね、バランス考えるとあえて別にカーボンのスポイラーとかいらない気がし、オプションのパーツは少なくていいのかなと思いますね。まあまあ足してってもいい気がしますけど、このままでもなんか全然十分に、はい、はい、もうなんか見劣りしないというか、全然いいですね、はい、そんな外観になってます。で、はい、まあ、この辺はまだ2代目ですよね。そうです。マクラーレンも何台も紹介させていただいてるんで、はい、この LED のヘッドライトと、うん、この造形ですよね、造形いつも、はい、このバンパーだけじゃなく、これシュリンプラックドデザインでしたっけ、うん、はい、そうです、シュリンク、はい、シュリンク、はい、要はちっちゃくこう包み込むようなデザインになってるんですよね。はい、はい、そしてそのまま早速足元行きましょうか、うん、はい、で今回の車、はい、何がすごいってこのボディカラーとかもそうなんですけど、はい、なんとこのカスタマイズ車両、はい、そしてカスタマイズした内容が全部新品ということで、うんうん、そうなんです、はいはい、なんと足元にこのアナーキーのホイールすごいですね。これちょっとうちの商品車で、うんうん、アメタンをこう新品で入れて販売ってないですよね、うん、そうそうないですよね、なかなかないですよね、はい、結構こうお客様に納車して、うん、もうすごく距離薄の状態で買い取ってついてるってことはありますけど、はい、うちの方で新品をはめてっていうことはかなりケースとして珍しいですよね。はい、レアケースです。で当然のことながら、うん、タイヤも全部新品ってことで、そうですね、これ次オーナーになられる方めちゃめちゃお得じゃないですか。かなり相当だってこれ普通に計算したらとんでもない金額になります、うん、とんでもないですよね、はい、で、まあ、ホイールちょっと詳しくご紹介させていただくと、うん、まあ、アナーキー、アメリカの単造ホイールメーカー、はい、アナーキーの AN29 っていう、はいはい、デザインになります。2ピースの、はい、まあ、いわゆるこうリムとディスクの2ピースじゃなくて、うん、ディスクとアウターの2ピースですね、はい、うん、ちょっとこう大きく見える、はい、の20インチが装着されてます、うん、でこれフィニッシュはブラッシュドですかね、一番定番の、はいはい、ちょっと金属の質感を残した感じの、うん、これマクラーレン合ってますね、バッチリだと思います、はい、まあ、塗っちゃうのも一つの手ですけど、なんかこの金属感というか、うん、素材感がなんとなくそのうち の, そのボンドグループ内でもショップも、まあ、僕がいる自動車販売のカーズでも、なんか塗ってるものってなんとなくこう見飽きてるというか、すごく数を見てしまったので、素材感をこう出すこのフィニッシュってものすごく最近新鮮でいいかなっていう、いいですね、うん、そしてまたアメタンっていうとなんかこうちょっと性能よりかもこうデザイン優先してるのかなっていうイメージもあるじゃないですか、はい、でやっぱりこうマクラーレンってどこまで行ってもこう性能なんで、そうですね、ちょっとこの組み合わせがあれって思う方も多分中にいらっしゃると思うんですよ。ただこれ詳しく紹介するとアナーキーってこう HRE、はい、アメリカのもうなんて言えばいいですかね、うん、もう本当に単造ホイールメーカーの老舗、そうですね、 HRE が作ってるんで、はい、まあ、性能 も,、うん、もうクオリティも申し分ないと、はい、間違いないですね、はい、で土方さんこれ HRE って、うん、実は林レーシングが関係してるの知ってました？知ってましたよ。あ、知ってます？もちろん、はいはい、アメリカ進出した時の、そうなんですよ、はい、その事業を継続して、うん、ホイールメーカーやってるのが HRE なんで、そうですね、なんかもうそこをたどっていくとこうちゃんとレーシングでつながってて、そうちゃんとつながってます、はい、で日本も関わってるので、ですよね、もちろん、はい、
でさらにそこに色気がプラスされてるってなんかもうすごい組み合わせだなと思ってだと思いますね、はいはい、そんなホイールが今回装着されてます、まあ、金額はちょっと、うんまあ、詳しい金額は言わないですけど、はい、気になる方はあの、ね、ボンド名古屋までお問い合わせいただければ、はい、ホイール単体でももちろん販売できますんで、はいはい、でブレーキの方は当然のカーボンセラミックと、うん、で今回キャリパーの色はシルバーなんですね。そうです。これまたいいっすね。ね、はい、この派手な色を持ってきちゃうんじゃなくて、はい、だこれ新車でこれを買われたオーナーさんのセンスもすごいですね。いやすごいと思いますね。ボディカラーこれにしてキャリパーこれにしてって、うんまあ、後で見ていただければそのインテリア の、はい、あの組み合わせとかあとはオプション純正オプションが装着する結構充実してるんですよ、ね、してるんですよ、はい、なんかもうすごくおしゃれな足元になってます、はい、で今回の車ローダウンもしてあるってことで。そうです、はい、ロベルタのダウンスプリングですかね。そうですね、はい、でちょっと低めに、うんはいまあ、この辺はその使い勝手とか次第で上げたり下げたり、はいうんね、納車の時にセッティングできますよね。そうですね、はいはいまあ、なかなか簡単にはいかないですけどあのご納車前までにご用命いただければ、はい、調整できますってことです、うんはい、であとは、まあ、この辺はもう相変わらずのデザインというか、はい、こう芸術的なデザインで、うんはい、でサイドスカートなんかにはこう570S のエンブレムも入ってて、はい、なんかやっぱりボディから違うとここのなんていうんですかガンメタのなんか雰囲気も違って見えますね。全然変わりますね。ですよね、うん、そして後ろに行くと後ろが1インチ大きい21インチで、はい、同様にアナーキーのまたこれリアは毎回この手の車言ってますけどコンケーブがいい感じです。いい感じですよね、はいはい、でデズラも当然、まあ、フルオーダーの単造ホイールですから、はい、もうデズラも完璧ですよ、ね、完璧です、はい、いやこれ新品ついてくるっていいですね本当にね最高ですそして後ろに行くと、はい、今回の車のこの一つの見どころといっても過言ではない、うん、こちらそうですね、はい、なんと MSO のウィングが、はい、これついてる車ってほとんどないですよね。ほとんどないですね。僕今回初めて見ました、はい、正直申し上げてつけようと多分思わないです。なんか価格がとんでもないですよねはい2桁万円じゃないので100万を軽く超えてしまうんですよ、はい、なのでちょっとなかなか気軽につけられるオプションではないですよね、うん、そこに百何十万かってなっちゃうので、はい、もうついてたらものすごくラッキーですよね。これ嬉しいですね。いやすごく嬉しいです、はい、で全部これカーボンなんですね。そうです。このこの翼端板もそうだし、うん、この上もこの綾織りで中心に向かっていくデザインで、はい、でこの足はカーボンではないですね。そうカーボンではないんですね、はい、あとこちら後ろ側にちょっとグラファイトペイントされたものがインセットされてて。なるほど。そこツートンになってるんですね、はい、そうハイマウントのここのトレーニングところですね、はい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 、ここも同じようにこういう感じかな。なるほど、はい、グラファイト濃いグレーですね、はい、でこれまた570ってこうウイングないんで。そうですね。リア割と寂しいというか、はい、こう結構シンプルじゃないですか、うん、これつくと全然違いますね。全然違います。で当たり前ですけどこの車用にデザインされてて設計されてるじゃないですか。浮動事件とかなんでダウンフォースも考えられてるんでデザインもさることながら多分機能的にもちょっと日本国内では試せないかもしれないですけどサーキットとか、はい、でもう一個びっくりしたのがこれがとにかく、うん、こう強いんですよ。本当にレーシングカーのウィングですよね。そうですそうです。こう全くこうたわまないというか、はい、こう物によってはニャクニャのとこあるじゃないですか。そうなんですよ。一応その、はい、マクラーレンの交渉というか、ホームページとかでは75キロぐらいのダウンフォース量をさらに稼いでるということなので相当だと思いますね、はい、もうマックスだって330キロぐらいですよね。でもその出した時にもう大人一人分こうトラックに乗せたぐらいトラクションが稼げる。そういうことです。一応交渉で328で0103.2とんでもないですよね。バケモンですね。で 3.8 リットルのエンジンですからね、はい、でこれがだってエントリーというか一応スポーツモデルのそうです一応看板車なわけじゃないですか。そうですね。だ結構中にはこう、うん、570をこうスーパーカーっていうことにちょっとこう語弊があるというか、はい、あれはスポーツカーですっていう人も中にはいるんですよね。いますね、はい、でも、まあ、僕らがこう捉えているのってマクラーレンというメーカーがやっぱりスーパーカーのメーカーっていうイメージがもともとあるので、はい、
そのどのグレードにしてもやっぱりスーパーカーと考えても僕は間違いではないかなとは思いますけど、はい、もうとんでもないパーツがついてる、これすごいですね、はい、なんかいやすごいですよ当然この、はい、あのなんていうんですか、ここの横のこのウィング自体も強いですけど、はいはい、このやっぱり取り付けの足がそうもうフレームかなんか、ね、そうなんですよね、はい、だからしっかりキットで提供されるんですけど、もちろんでマクラーレンのディーラーでのみの装着で、ディーラーでしか当然買えないんですけど、まあ、一応4時間から5時間ぐらいの取り付け、だそれだけ時間もかかってしまいますけど効果は絶大だと思います、うん、スタイリングも最高です。最高ですよね、はい、全然こう後ろがあの逆にこうウィングあった方が締まりますよね。確かにこう真後ろでも斜め後ろから見ても、はい、もう全然違うリア周りになってます、はい、でなんか今回結構意外とうちのこうメーカーと我々営業スタッフとこう何回かこう話して車高こうだあだっつってここがいいんじゃねえのって絶妙なポイントに合わせたつもりです。これがついてるとまた違って見えますからね。そうなんですよ、全体的なバランスも、はいはい、かなり計算されていろいろセッティングされているそうです、はい、であとは今回の車は、うん、マフラーは現時点ではノーマルなんですけども現時点ノーマルです。なんとびっくり、はい、なんとびっくりですよ、はい、ついてくるという、ついてきます、はい、漏れなく車外おすすめマフラーが、はいはい、納車時にはご希望であればついてくると、はい、そうです、はいはい、それはしかもプラス料金じゃなくて、はい、もうすでに込みで考えておりますつける前提で、はいはあはい、もうちょっと年明けてから日数経っちゃいましたけど、本当であればこう電子でバンと一発目のお年玉したらあれですけど目玉車両に本当はしたかったんですね。ちょっとパーツの入荷がちょっと遅れちゃって、なるほど、はい、やっと出来上がった感じです。ちょっと紹介するのはちょっと遅れちゃいましたけど、そうなんですよ、はい、非常に目玉車というか、はい、そうですね、はい、おすすめの車両が、はい、うん、まあ、ちょっとこの辺マフラーに関しては詳しくはお問い合わせください。はい、はいはい、じゃあ続いて内装をちょっと見てみたいと思います。はい、やってきましたビヘドラルドア、うん、はい、言いたいんです、はいはい、これちょっと650でしたっけ LT でしたっけ、うん、の時もちょっと紹介しましたけど結構幅が少なくて済むというか、そうですね、はい、ちょっとこの特殊な開き方のおかげで、うん、なんかそのメーカーの公表値的にはだいたい60センチぐらいの、そうですね、それぐらいあれば、はい、開いちゃうっていう、うん、だから横開きのドアよりもしかしたら幅いらないかもしれないですよね。そうですね、乗り込むのに、うん、可能性ありますね、高さだけ考えてもらえればですよ、ね、全然大丈夫、そうですね、高さがちょっと2メートル近くになっちゃうんで、そうですね、ちょっと天井の低いところだけちょっと気をつけていただく、うん、はい、そして内装はもう内装これまたかっこいいじゃないですか。良くないですかこれ、これこの組み合わせ すごいっすね、はい、僕個人的にはブルー系のボディで茶色系とかベージュ系とか大好きな組み合わせなんで、これ映えますね。いやすごくいいです、このタンとグレーの、うん、はい、組み合わせで、うん、かなりおしゃれさも、だから今回ちょっと色系すごいっすね。すごいんですよ、はい、うん、なんかこう体育会系一歩間違えたらもう体育会系一直線みたいな車じゃないですか、はい、それがちゃんと色気もあって、そうですね、はい、うん、見てよしな車になってます。いや本当そうだと思いますね、はい、じゃあちょっと何台もご紹介させていただいてるんで早速乗ってみてもいいでしょうか、うん、はいどうぞ、はい、じゃあちょっと乗ってみたいと思います。でこれがモノセル2ということで、そうです、 MP4 とかよりかもここがかなり低いんで、そうですね、乗り込みやすいっていう、はいはい、7センチ8センチぐらい下がっているセンチぐらいとか、ね、そうですね、ぐらいですね、はい、だ意外に乗りやすい、うん、そうなんですよ、だ女性の方だとこうあんまり足開いてるあれなんで、はい、ちょっとあれですけど、うん、男性の方であれば意外に見た目より乗りやすいです、ね、あ全然普通な感じだと思いますね、はい、そしてシートはもう安定の、うん、僕このポルシェとかマクラーレンのシートこうぴったんこなんですよね、はいはい、サポートもいい感じですし、うん、そしてさすがイギリス車、うん、このレザーが、うん、もうすごいこう丁寧な仕事じゃないですか、はい、このシートもそうだし、うん、ダッシュボードもそうだし、はい、ドアも、うん、全部レザーですもんね、はい、こうプラスチックの素地とかでちょっとこうやっちゃう感じじゃなくて、はいはい、全部ここがドアからいきましょうか、アルカンターラで、うんうん、はい、ステッチが効いてて、はい、そしてこの辺なんかも全部貼ってあるんですよね、うん、で今回なんとびっくりバワーズ&ウィルキンズもついてるじゃん。そうなんですよ、これあれですよね、標準4スピーカーがなんとびっくり、はい、なんとびっくりって今日何回も言ってますね、はい、びっくりしすぎですよね、はいはい、12スピーカー、12スピーカーです、
僕的にはちょっとこれ車運転とエンジンサウンドを楽しむ車だなと思ってるんで、うん、はい、まあ、そんなにいらないかなと思うんですけど、うん、はい、ただついてたら嬉しいですよね。いや嬉しいですよ、はい、長距離乗る方は少ないと思うんですけど、でもマクラーレンって意外と長距離乗れちゃうじゃないですか。言いますよね、はい、だから普通に高速道路をこう巡航で100キロで走ってる時に、あ、なるほど、いい音の方が、なるほど、はい、まあ、ついてて嬉しい。これも結構しますもんね。します。そんなのがついて、はい、そして先ほどちょっとドアの内張りで触れましたけど、650と違ってちゃんとこういう小物入れがあったりとか、はいはい、しかも蓋が閉じるんで。そうなんですよ、はい、開けても落ちないという。そうです、はい、ドアポケにこう携帯をかけておいて開けるたびに落ちる。そうです、そうです、はい、っていうのもないっていう。そう、はい、それおすすめポイントらしいです。僕それ書いてあるのを読みました、はい、そうですね、これすごくいいです、はい、そして、うん、こっちのステアリングに戻ってくると、ステアリングはもう本当に何にもない。はい、はい、この辺のスイッチ、モード切り替えすらない、うん、ないです。本当に運転に集中してくださいっていう、はいはい、でまたレザーの触り心地が最高です、うん、そうですね、はい、でカーボンになってて、うん、ちょっと大きめのパドルと、はい、でパドルもこのハンドルについてくる、あ、ハンドルについてくるやつでしたっけ。あ、ついてくるやつ、ついてきますよ、マクラーレンは、はい、一緒です。シーソーなんですよね。そうです、シーソーです、はい、こんなステアリングで、うん、そしてメーターがこの液晶タイプのメーター、はいはい、でダッシュボードも全部アルカンタラです、うん、いいですね。これ反射がないのがいいんですよね。そうなんですよ、はい、うん、であとはそのモノセル2になってるんで、うん、なんかそのピラーがちょっとこう外側に、はい、そうですね、でちょっと室内空間と、うん、はい、ちょっと視認性が良くなってるらしいです、はい、良くなってますね。そしてナビがこの7インチの、うん、はい、液晶のナビ、うん、ここはうんうんでまあまあでも全然こう、そうですね、はい、普通に使うのは全然問題ないと思います。ちょっとその高級車とか最近の乗用車に比べちゃうとあれですけど、うん、そうですね、はい、はい、まあ、Bluetooth なんかも使えて、うん、はい、ナビ周りもこんな感じで、はい、うん、一通りは使えるかなと、うん、はい、そしてエアコンなんかもこの辺で、はい、操作できますね、はい、うん、やっぱりヘルメットをかぶってる感じです。そうなんですよね。そして、はい、ここがこうセパレートになってるんで、うん、ちょっとこの辺の空間も取れてて、はい、はい、で小物入れというかドリンクホルダーと、うん、はい、あとモード切り替え、はい、スイッチ類、うん、あとシフト関係と、うん、あとこの辺もちょっと小物入れになってて、はい、でこの辺も全部アルカンスもんね。そうなんですよ、カーボンだし、でちゃんと考えてるんだなって思えるポイントがこのグレーというかシルバーというか白に近いステッチが入ってるじゃないですか、これは全部、はい、なんですけどここって違うんですよ。多分普通に考えるとここも明るいステッチなんで、ここも明るいステッチだとうるさいと思うんですよね、見た目がね。だからそのためなのか、本当だ、こっちもだ。そうなんですよ。だからそういう細かいなんかこういろいろ作り込みっていうのはマクラーレンってマクラーレンらしいなっていつ見ても思います。すごいですね、うん、あとはそのトッチもさっき言ってましたけど、いろんな部分が650の、まあ、MP4 からこういろいろこう継承されてきたデザインでダメだなって言われたところをしっかり改善している。このドリンクホルダーだってありえないのが650ここトンネルになっててここで使うとか、う、ね、はい、ちっちゃいコーヒー の缶を入れるのも大変な状態だったんですよ。それをちゃんと改善してきてる。あとは後でちょっと乗りたいと思いますけど、ハンドルに集中してるときに前見てこう慣れればこう手元で、はい、モード切り替えが絶対簡単にできて、切り替えたらメーターパネルで確認できる。それは素晴らしいなと思います。そうなんですよね、すごくこう利便性が、うん、もう極端に言っちゃったら毎日乗れるようになってるんですよ、ね、そうです、そうです。ちゃんとグローブボックスなんかも、はい、ついてたりとか。そうです、はい、ここにしないですか、うん、はい、ここに ETC ですね、はい、で前なかったですよね、だって。そうです、録音もあるとか。そうなんで、はい、はい、コンパクトですけど、ちゃんとその辺も考えてると。はい、そしてこの辺もしっかり収納が少しだけですけどついてて、はい、後ろも、はい、本当にわずかですけど、はい、意外に、ちっちゃい軽いものであれば意外にというか乗れちゃうんですよね、全然普通に乗れちゃうんですよ。よし、こう走りに行くぞっていうだけじゃなくて、普段のこう日常の足とは言わないですけど、はい、はい、どこでも乗っていけるように思ってると、うんうん、で今回の車はなんとこうステアリングも、ちょっと待ってくださいね、うん、チルとテレスコが電動という、はい、そうです、はい、これついてる車ってどうなんですか、少ないんですか。いや、じゃあ
あーでも少ないかな、このオプションなんですよね。そうなんですよね、細かくいろいろオプションなんで、はい、このカーボンのパネルだったりとか。あ、そうですよね、インテリアのこのカーボンオプションなんですよね、はい、そう、これオプションです、はい、でこのシートとか、はい、はい、もうオプションです。そして、うん、毎回恒例このペダルに関しては、うん、ちょっと一癖ある、うん、もうとにかく足元が狭い。そうですね、はい、狭い。ちょっと右側も狭いし左側も狭いし、うん、はい、全てがこう真ん中に寄ってる感じ、うん、はい、ちょっとこの辺は慣れというか、うん、はい、が必要かなという、はい、ただ運転のしづらさはないという、うん、ちょっと何言ってるか分からないかもしれないですけど、うん、はい、でも、ね、座って操作すれば分かりますよね。そう、分かります、はい、で、ブレーキ、オーナーさんで感じてる人と感じてない人いると思うんですけど、僕好きなのってマクラーレンのブレーキペダルって縦に長いんですよ。映ります？そうですね、はい、はい、ちょっと普通の車に比べるとちょっと長いですね、はい、ちょっと最初違和感ありますよね、これ、うん、はい、でもなんていうんですか、こう走り慣れてる人からすると踏みやすいと思います。こんな感じで、うん、はい、で上に行きましょうか。上はもうバワーズ&ウィルキンスがついてるんで、はい、この辺もしっかりスピーカーがついてて、うん、アルカンターラのピラーと天井と、はい、うん、このバイザーもしっかりアルカンターラ、はいはい、で運転席助手席にちゃんとバニティついてるんで、はい、そうなんですよね、はい、もう全然普通に乗れちゃう、はいはい、仕様なんでございます、うん、そして今回の車はドライブレコーダーとレーダーもついてると、はいはい、でドライブレコーダーはリアの分も前後で、なるほど、はい、ドラレコついてます。後ろもあるんですね。そうなんです、はい、ありがたいですね、はいはい、今回の車じゃもう本当に何もいらないじゃないですか。何もいらないですね、はい、もう本当にそのまんま、はいはい、乗れちゃいます、ね、そうです、はい、こんな内装になってます、はいはい、じゃあ続いてボンネットを見てみたいと思います、はい、意外に容量がある。毎回同じこと言ってますね。そうですね、でも、はいはい、もう全然2人分の旅行のバッグぐらいだったら全然入ります。でこれも毎回同じこと多分言ってると思うんですけど、マクラーレンに関してはもう絶対バッテリーを上げちゃいけない車ってことで、そうですね、はい、まあ、充電のポートが、うん、ここにありますんで、はいはい、で充電器も今回付属、当然、はいはい、純正のものが付属してますんでご安心ください。なんで、まあ、駐車場で、うん、コンセントとつないでいただければ、はいはい、あとは最悪ないところはボネットは閉めないで、はい、はい、半開きにしておいていただくのがいいかなと、はい、じゃあ続いて店頭周り見てみたいと思います。お願いします。じゃ続いてマフラーの音も聞いてみたいと思います。お願いします。じゃあ改めましてよろしくお願いします。お願いします。あれ570乗りましたっけ、東京店の。乗ってなかったかな。ちょっとすいません、いろんなのに乗りすぎてバグってるんで、はい、記憶曖昧ですね、はい、毎回僕の場合新鮮なんですけど、はい、僕も新鮮ですよ、はい、すごく。ちょっと行きましょう、はい、そして僕いろいろこういう話しようと思って、はい、覚えてきたんですけど、はい、マクラーレンとかだと、まあ、マクラーレン限らずなんですけど、はい、あんまりこう派手な車だと、はい、興奮しすぎて何喋るか忘れちゃうんですよ、はい、そうですね、はいはい、今日はネタ帳をちゃんと持ってる。そうですね、偉いね。いや、ちゃんとちょっと2021年ちゃんと喋ろうと思って僕、はい、リアクション芸プラス、はい、まあ、ちょっとこう情報を入れようかなと思って。あ、そうなんですね、はいはい、もうちょっと2020年はちょっとリアクション芸に徹しすぎたんで、はい、ちょっとただの役立たずになっちゃうんで、あ、
伝わらずじまい。そうですね。あれひどいですねそれは。ちょっと今回勉強してきます。はい。はい、でちょっと外装で触れるの忘れちゃいましたけど、うん、なんとこちらの車プロテクションフィルムが前面っていうか前側はい、はい、施工してあるんで。そうすでに。やっぱりこれだけ特殊な塗装でこれだけ車高が低くて、はいはい、やっぱり普通の車よりかはスピード出す機会も多いわけじゃないですか。そうですね。貼ってあると安心ですね。安心ですよ、はい、まあ、意外と費用もかかりますからね。そうですね、はい、費用もそうだし、うん、納期というか期間もかかりますからね。はい、はい、まあ、その辺嬉しい装備と、はいはい、でもう一つちょっと僕紹介するの忘れちゃったんですけど、はい、今回この車なんとソフトクローズがついてるってことで、うん、そうなんですよ。やっぱりちょっとこうドアの形状的にこうバタンと閉められないじゃないですか、うん、そうですね。そしてまたジェントルに閉めるんだったらやっぱバタンと閉めちゃダメですよね。はい、ダメです。はい、で720だと標準なんですか。確か標準だと思いますね。がこの570もついてると。はい、はい、この辺はかなり嬉しい装備じゃないでしょうか。はい、そしてもう1点忘れちゃったんですけど、はい、忘れまくりなんですよ。忘れっぱなしじゃないですか。なんか全然ダメ。さっきの話と違うじゃないですか。すいません、ちょっと興奮しすぎて車が、はい、なんとシートヒーターがついてるんで、はい、ついてますよ。もう最高じゃないですか。最高です。快適ですね。快適装備も充実してるし、はい、でこのスタイリング、うん、はい、この性能じゃないですか、はい、もう言うことなしです。言うことないですね。で今名古屋高速乗りましたけど、はい、もうこんな感じで、うん、もしかしたら前回のマクラーレンでも言ってるかもしれないですけど、この視認性の良さね。いやでも前回のというよりも、はい、マクラーレン乗るたびに、はい、この視界の良さびっくりしますよね。これすごいですよ。すごい楽です。だから運転してて中めちゃくちゃ広いかっていうと、うん、まあもちろんそのこの内装なんでそんな広くはないですけど、はい、うん、別にサイドこのタイトさはないし、はい、うん、こうよくも助手席の人とこんな感じになっちゃうのあるじゃないですか。あります、あります、はい、全然そんな感じなく、はい、左右の幅も取れてるし、はい、窮屈じゃないし、視認性に至ってはもう下手したら本当に911シリーズ並みの。いや本当ですよ。ですよね、はい、ただこの走行性能に関しては、うん、もうとてつもないわけですよ。そうですね。この路面に張り付くような走り、はい、でもう一個なんかその650との大きな違いとして、はい、なんかそのダンパーのやつがついてないんですよね。そうです。何でしたっけ。何でしたっけ。プロアクティブシャーシコントロール、はい、まあ、要はロールバーの代わりをその電子制御でやる。そうですね。のがついてなくって、ね、うん、これだと普通にロールバーが、ロールバーっていうかアンチロールバーがついてる。そうですみたいですね、はい、ただこれ知ってます、アンチロールバーもなんかめっちゃ柔らかいのがついてるらしいですよ、うん、普通走りをこう固めていくと、うん、ちょっと固めのそのスタビつけるじゃないですか、はい、それがなんかこのマクラーレの場合はこの車とそのバランスを考えたらかなり柔らかめのがついてるらしいです、はい、そうですね。でその代わりなんかそのロールのスピードはそのダンパーの方で調整してるっていう風に言ってました、うん、はい、だから全然それがなくても成立するような、うん、これ張り付くような路面追従性ができてるみたいです、うん、はい、納得できますね。だって僕もう一個そのこの車今日紹介するので、はい、あの読んだやつで、うん、あのプロドライバーの谷口信輝選手いるじゃないですか。あ、いますね、はいはい、あの人がこの、 あの570、まあ、このもちろんこの答えじゃないですけど、はい、この570乗って言ってたのが、うんうん、なんだっけな、ブレーキ、まあ、とにかくもう車がバイクみたいだっていう、もう吹き上がりもそうだし、うん、はい、なんかこの走ってる感じ、うん、もう速度感で言ったら当然その車だからバイクより速度感ないわけじゃないですか、はい、にもかかわらずものすごいバイクみたいなその加速感とか疾走感を感じるみたいな、うん、でもう一個言ってたのは、できればもうちょっとこうレーシーにしたい。へえ。ブレーキのその効きとかもそうだし、はい、まあ、カーボンセラミックが最初の効きが弱いじゃないですか。そうですね。あとその踏み込んだ時のなんかスタビリティをもうちょっと上げたいのと、うん、あとなんかそのトルクの出方ももうちょっとこう
ピーキーにしたいというか、そうなんですか。でも、はい、僕それ逆に聞いて他のもいろいろ調べたんですけど、はい、その究極のその何ですか、体育会系にした車じゃないって、この車、うんうんうん、だから装備もそうだし、はい、だから要は毎日乗れるスーパーカーじゃないかと、うん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 、ちょっとそのレーシーすぎないというか、うん、ちょっとマイルドにした車だっていうのも書いてあったの見たんで、はい、あ、じゃあ言ってること完全に合ってるんだと思って、はいはい、だからこの見た目からどうしてもそのすごくなんか窮屈そうで扱いにくくてとかってイメージするんですけど、本当になんかこう乗ろうと思ったら毎日乗れちゃうような。そうですね、いや本当乗りやすいんでびっくりしますよ。多分その感覚的なことってすごくあの大きいのかもしれないですけど、あの視界の広ささっきから言いますけどすごくこう低いんですよね、ダッシュパネルが、はい、でフロントガラスが下の方まであるようなイメージなんですよ。確かに、はい、なのでなんかこう自分が座っているあの物理的な車の高さよりももっと低くところにいるような感じがする。本当に地面に張り付いてるっていうか、なんかこうそうなんですよね、ギリギリを走ってる感じありますね。はい、あります。伝われば嬉しいんですけど ね、 なんかね、だからこう今60キロとかで走ってるじゃないですか、うん、これでもなんかすごくなんかこうスポーツカー乗ってるなっていう感じがすごくわかるんですよね。わかるっていうか感じるというんですか、地面スレスレを走ってる、そう、そんな感じ、錯覚、うん、しますよね。はい、します。なかなかね、他のスーパーカーではこの感覚って味わえないんで、そうですね、うん、またすごく独特というか違う雰囲気がありますね。もうだから なんすかね、またちょっと違いますよね本当に、うん、ランボルギーニとかフェラーリとかも違うし、ポルシェとかも違うし、うん、でもっと評価されていいと思うんですよね。いや絶対にされるべきだと思います。なんか結局そのまあいろいろそのマーケティングとかも含めて、うんうん、ちょっとその新車からのリセールが正直あんまりこうマクラーレン、うん、ちょっとフェラーリとかに比べるとっていう感じになっちゃってるじゃないですか。なってますね。だ逆にこの中古車市場だとすごくお買い得だし、そうなんですよ、純粋に走りを楽しみたい車方だったらもう持ってこいですよね、うん、いや持ってこいですね、はい、うん、だってこんな軽く作ってて、はい、こんな走れる車ないっすよ。いや本当ですよ。だって車が他のライバルの、まあ、要はフェラーリとかランボに比べて、うん、どう車格が同じぐらいの車に比べて、だって100キロから150キロぐらい軽いですよね。そうなんですよ。1300ちょっとぐらいしかないんですよ、ね、そう、一応1330カタラ口1300ってもう国産コンパクトカーですよ。いや本当、はい、ね、今全てこう安全装備だったり、はい、いろいろなことがあって車が重くなってるじゃないですか。その中でこの車重ってすごいですよね。だってウラカンとかだって、うん、まあ、488とかだと1400ぐらいあるじゃないですか。あります。992にいたってはだってターボ S だったら1700キロぐらいあるんですよ、ね、うん、そうですね。だからいかにそれ 軽いか。はい、だってこのバスタブの部分で80キロぐらい、はい、で外装がなんかその650ってカーボンとかこうファイバーめちゃめちゃ使ってるたのをなんか570でアルミに結構変えたんですよね。はい、そうですね。で外装のパネルで150キロぐらいでしたかな、うん、もうとにかく軽い。はい、やっぱりなんかもう軽いは正義みたいな。いやそうですよもう本当でもある意味もう究極ですよね、軽さってその車にとって。そうですね、はい、まあ、それもメーカーごとの考え方なんでしょうけど、はい、特になんかイギリス車ってこう、うん、軽いくてハイパワーでとかって、そうです、そんなイメージありますよね。うわー最高ですこのどこまでも加速していくような。そうなんですよ。0103. 何秒でしたっけ。はい、0103.2秒。0200が10秒来てるんですもんね。そうですすごくないですか。いやだからもう10数える間に200キロですよ。スピードが乗れば乗るほどっていう車なんですよねきっとね、うん、いやちょっとでも日本じゃ無理かもしれないですけど300キロ出してみたいですよ。いや出したいですね。どういう挙動をするのか、はい、250キロ巡航とかすごく安定してるんでしょうね。
絶対スピード出せば出すほどこう安定するタイプですよね。そうですそうです、そんな感じします。そしてこの7速 DCT のこの付きの良さですよ、はい、すごくいいですよ。この音もいいですよね、はい、カチッカチッって、うん、ショックもないですしね、すごくいいです。本当っすよね、変速ショックないですね、うん、全くないですね。最高だな、うん、すごくいいですよ。そしてここのステッチ、はい、こっちがないのなんとなく分かりました。これ、うん、反射した時に、うん、こっちってこう真ん中に進んでるんで、うん、あれなんですけど、はい、正面確かにここにあったら、うん、こう見えるんでここに入っちゃうんですよ。あ、確かに鬱陶しくなりますね。で特にこうアルカンターラでほぼ反射がないんでステッチ目立ちますね。目立ちますね、逆にね、が他が見えないから。でもなんか本当ガラスがなんかこうクリアな感じします。すごく。あ、もうハンドル切ってると、はい、そっちにこうクーッと頭が入っていくので、ものすごく面白いです。はいはいはい、楽で。あ、不思議だな。なんかステアリングの味付けもでも650とちょっと変えてあるらしいですよ。いや全然違います。はい、ギア比ちょっとアップしてるみたいです。あ、はい。でもなんかこう。穏やかなんですよ、コーナー入っていくときに。 なんて言ったらいいんだろう、これ剛性感がすごいじゃないですか、はい、そのせいか、なんかこうさっきから普通に流れに乗ってるとこの車に乗ってることを忘れちゃいますね。なんすか、普通のフォードの車乗ってる感じです。でもそれ言ってました、いろんなところで書いてました。ああ、そうですか。もう乗り心地もなんかもう普通に、なんていうんですか、乗用車の、はい、もうこういう本当に巡航してる時なんかに匹敵するぐらい、もう本当に乗り心地もいいし。いや本当そうですよね。だちゃんとだからこう寄れないで足でこう動いて、はいはい、吸収するっていう。そうですね。でなんかそのフレームもこのバスタブのモノセル2じゃないですか、はい、それをするときにここを下げるとだいぶ剛性下がっちゃうらしいんですよ。そうですよね。でその側になんかその厚みを厚くして強度取ってるらしいですよ。ああ、なるほど。だから もちろんその高いのも意味があるし、はい、その薄くしたら薄くしたらちゃんと対策というか、うんうんうん、はい、だからこれレーシングカー作ってないとそんなカーボンの使い方できないなと思って、はい、そうですね、確かに。曲がると本当に助手席でも全然感覚違いますね。なんすかね。なんですかね。だからあのなんですか、そのバスタブとかそのフレーム周りとか、うん、ボディの後半とか、うん、いろんな、うん、あの作り方で補強っていうか、うん、よくしてあるじゃないですか。さっきのスタビライザーの話、ロールバーの話ですけど、あのスウェーバー、あー、うん、ですね、うん、スタビライザーの話ですけど。なんかね、納得って思ったのはスタビライザーって硬くすればいいわけじゃないじゃないですか。その左右のバランスと当然それに関わってくる前後のバランスもあるので、なんかねその辺のセッティングってすごいなって毎回思いますよ。スタビ難しいですよね。いや難しいですね。僕もミニ の, そのメカニックの時に結構変えたんですけど、うん、結局スタビ硬くするとこう左右差なくなるんで、はい、ロールしなくなるんですけど、はい、左右差なくなっちゃうからこう左右がバラバラに動かなくなっちゃうじゃないですか。そうなんです。でその走るシチュエーションによってこう、うん、逆にこう乗りづらくなっちゃったりとか、うん、はい、まあ、実際に私もその少ない経験の中でこうレース活動してた時にスタビライザーって別にあんまりすら欲しいですけど、ギュギュ固める人いますけど、それってなんとなく違うのかなって思ってて、なんかこうある程度ロールして車重をちゃんと外側にかけてあげないとタイヤ潰れないしグリップ最大限に使えないしっていうのはなんとなく感じましたね。まあ、あと演出的な部分もありますから、ね、はい、特に BM なんかこうスポーツモデルになればなるほど、うん、スタビ太くして硬くしてってやるじゃないですか、うん、そうですね。で演出的な意味合いだったりもあるんでなかなかちょっとこう、うん、どこがベストかって難しいですけど、うん、そうですね、まあ、一つの答えとしてマクラーレンは硬くしすぎず、うん、その足回りのそのダンパースピードでロールのスピードもコントロールしてる、はい、うんうんうん、いやなんか
すごいね、土の話ガテンがいくんで、あのそういうこう、うん、誰がその情報を欲しいのっていうところは割と僕興味あって見ちゃうんですよ。はい、はい、でも意外と車屋さんというか、あの、はい、車に関わってる好きな人ってみんなそうですよね。お客さんとお話ししててもそういうこと意外と聞かれるので、あ、はい、楽しいですよ。てかお客さんの方が詳しいと聞いて詳しい、教えてもらいます。はい、普通にありますよね。あります、はい、僕も YouTube やってて、はい、YouTube でコメントくださる方の方が全然詳しい時が、いや本当すごいと思いますよ。一般の方勉強されてるんで皆さん、まあ、広く浅くで言ったらこういろんな車を触る機会があるんで、はい、こう僕ら車屋さんの方がっていうこともあるかもしれないですけど、そうですね、特定の車種とか、はい、メーカーとかに限ってはやっぱりこう全然かなわない方って皆さんたまにいらっしゃいますよね。掘り下げてるというか、はい、はい、調べてらっしゃるんで教わることが多いですね。そうです、うん、ちょっと本当にこのマクラーレンの良さは、うん、もっと知っていただきたいです。いや本当ですよ。いや、あの願わくばあのマクラーレンの方があの私に1台提供していただければいろんなところ乗っていくんですけど宣伝しますか。はい、広報大使でいいですすごいいい車です。あとそうだ、うん、思い出しました、はい、あとこの車の、うん、いいところばっかりじゃなくて、はい、良くないところ、あ、はい、いいですね。これがですね、はい、書いてあったのは、うん、とにかく目立つっていう目立ちますね、はい、だからもう本当にこうなんですか、目を引くんで、うん、ちょっと本当にこう子供たちだったら手を振ってあげるぐらいの余裕がないと、はいはい、ちょっとこう恥ずかしがり屋だと乗れないっていう。あ、確かに目立ちますよね。目立ちますね。私今名古屋にいるんですけど、まあ、東京店にいた時に、まあ、プライベートだったりそのお仕事だったりで、まあ、銀座のところ通ったりするじゃないですか。でたまたま同じマクラーレンに2回遭遇してるんですけど、はい、同じドライバーだったんですけど、はい、あのその方はあまり余裕がなかったんですね多分。なんかこんなポジションで乗ってる方もいましたね。なるほど。でもそういう風にしても普通に乗れるんですよ。なんかなんですか、そういう方でも、うん、なんですかね、懐深いんですかね車として。確かに、うん、だってヘタッピの僕が乗ってもあーってなんないんですよなんか受け止めてもらえますね。はい、今回本当にちょっとカスタムも車のボディからも全部ハマってますね。いやこれすごくいいですよ。あとこのウィーンって音ずっと聞こえますよね。ずっと聞こえるね。高周波みたいな。ヒーターなんですか、ね、結構それも、うん、言ってる方いらっしゃってコメントで。本当マクラーレン結構ウィーンって音がずっと聞こえるよね。そう、これもうモデルとかなんかその不具合どうこうじゃなくて、あ、じゃないですね、車の仕様というかなんですよね、うん、そうですね。だもしかしたらこれ他の国の人が気にならないのか、うん、はい、かもしれないですね。僕のその自分が、はい、私が乗ってきた車ではやっぱり BM のちょっと古い BM なんですけど、まあ、2000年代に入ってきてからだいぶ少なくなったんですけど、グローブボックスの中の方からファンの音がっていうのは、これは定番でしてましたね。なるほど。それユニットが入ってるんで、ユニットの熱を逃がすためのファンがついてたので、その音がよくよくで耳が慣れちゃうとずっとこう聞こえてきちゃうっていう、気にしないと全然気にならないですけどね。そうですね、はい、この男もそんな感じですよね。だと思いますね。特に軽く作ってあるので一回聞こえちゃうとそうずっと聞こえます。はい、多分聞こえない人には聞こえないっていう。そうそう、はい、ちょっとかすかに。モスキート音的な感じですか。あ、そんな感じ、そんな感じです、はい、なんとなく。あれこれ標準19でしたっけ。20標準19、20ですね。あ、19、20ですね。はい、今回この1インチずつアップしてますけど、乗り心地的には全然。あ、モード切り替えましょう。はい、そうだ、話に夢中になっててモード切り替えが、はいはい、このアクティブを押していただいて、はい、
それぞれにこちらがハンドリング、はい、トラックモード、あ違うこれごめんなさいハンドリングじゃないですパワートレインですねごめんなさい、はい、でこちらがパワートレイン、はい、で今トラックになってますトラックモードここの操作したのがこのメーターのところにそうです、こうやってメーターの中で切り替わりが確認できます、はい、であとはこちら側がハンドルのハンドリングモードですね、はいはい、っていうのもこれね意外と変わりますなるほど、はい、なんかこうなっちゃってるとちょっとこう分かりづらいですけど、うんまあ、メルセデスとかの足回りのこのスポーツ、うん、コンフォートとかの切り替えと、うん、そのエンジンのそのスポーツ、うん、コンフォートの切り替えと一緒ですよねだから一緒です、はいはい、ちょっとこのダイヤルになってるんで少し、うんあれって感じですけどそうですか分かっちゃえば別にいや僕はもう全然こうやってやって、はい、あここだなってこう2つ分かるじゃないですか、はいはい、でここのアクティブインアクティブでこれで設定できるんでもう全然慣れてしまいますちなみに今トラックとスポーツにしましたけどはい、はい、全然違いますねただ他のメーカーのみたいに、はいスポーツとかにして急にこう音がボーってなったりとか、あそんなことはないですね。はい、その辺はもう紳士的ですね。あ、足これ全然違いますね。全然違います。足全然違う。うん、硬い。今までこの路面の細かい凹凸はこうあんまり感じなかったんですけど、そうですね。トラックにすると路面のすごい細かい凹凸を感じますね、はい、お尻で段差じゃなくてもう、はい、路面だけでほぼほぼ感じます、ね、路面を感じますこのアスファルトのうねり感じます、ね、そうですそうですそうですそのまま感じますよねただこう跳ねちゃう感じじゃなくてずっとこう捉え続けてる感じですねだからハンドルも別にギューッと握る必要全くないんでこれすごいなすごいですね直進安定性もすごくでも本当にこれ土方さん言った通り、うん、このこれノーマルはノーマル？はい。これノーマル。ノーマルスポーツトラックですか？そうです。はい。はい、ノーマルだったら普通に本当に全然高速淡々と、はい、走り続けても、うん、はい、ノーマルあそうそう。はい。でもこうハンドルもなんとなくなんかこう緩い感じなんですよ。普通のなんかセダン見たくなるんですよなるほどトラックにするとバシッとするんですけどねその辺のじゃあ味付けも変わるようになってるんですね、はい、いや全然違いますね素晴らしいでもう本当に低回転で巡航だったら、うん、もちろんそのご助手席の方との、はい、このトークもそうですけど、はい、オーディオ普通に聞けますねそうなんですよだから、うん、そうなんですよ100キロぐらいで走ってる時にいい音でやっぱりそうっすね、はい、ちょっと前言撤回します撤回してください走りを楽しむだけじゃないですねじゃないです、はい、ちゃんと全然モデル聞けますねそうなんですよこのババズリッキスも BM なんかのこうハイエンドモデルでオプションで設定してたりするものなんで、はい、皆さんご承知かと思いますけど、まあ、あのハーマンカードンだったりとかいろいろありますけどベントレーでいくとネームオーディオとかそうですね、はい、もう分けず劣らず素晴らしいと思います、スーパーカーの中でいい音で音楽が、まあ、もちろんこのロードノイズとかあるんで、うんはい、そのオーディオ聞くのに ものすごく最適な環境かっていうとそうじゃないですけど、うんうん、もう全然このハイエンドのオーディオが活躍できるそうですね状況ですねはいはじゃあ土方さんちょっと1曲歌ってもらっていいですかこれどっちがお願いします僕運転してこの形になったんですかね不思議ですよ置いてあるんかと思っちゃいましたはいこれでも本当に最初にこれでオーダーした人すごいっすね。すごいですよね。外装カーボン入れないで内装このしっかりカーボンのパッケージ入れて、うん、この内装のナチュラルタンでしたっけ？はい。かっこいいですよね。はあ。はあ。なんかそのエアコンのそっち側もそうですけど、吹き出し口のここの横のところのレザーあるじゃないですか。はい。これなんか
独特のこう曲げでシワ寄ってるじゃないですか、うん、なんかこれがすごいいいですよね。なんか職人が作ったあの財布みたいな。そうですそうです、もう本当手作業って感じのしますよね。そうなんですよ、なんかすごくいいです。イギリスそういうとこなんだよな、なんか職人技が。うん、これだからステッチもすごくボビーってこう機械的なこのまっすぐなステッチじゃなくて、そう、あ、これ絶対手で塗ってんなって。そうですそうです、アストンもそんな感じですよね。そんな感じです。こう縫い始めのところがこう印ついてたりとか、はい、手作り感が。そうなんですよ、しっかりハンドメイド感がもうバチバチそこかしこにあるんで、すごくいい感じですよ。これを良しとするか、うん、する車か良しとしない車かいろいろありますけど、そうですね、マクラーレンはこれはいいですよ。いや、もうこれは完全に良しですね。メルセデスとかでこうステッチがこう手作り感あったりするとうーんって思っちゃうんですけどね。そうですね、はい、ちょっとね、ちゃんとイギリス車だと、うん、レザーもこのしっとり系のレザーで、欲しいです。欲しいですねありがとうございます、はい、僕も欲しいです。これはでもちょっと過去最高にお買い得な車両が、うん、ちょっと思ったんですけど、うちの車って、はい、紹介させていただく車とか、まあ、在庫の車はまああれですけど、はい、紹介しないとダメですね、思ったんですけど。何？紹介しないとダメですね、ちゃんと、はい、はい、なんか僕カーセンサーとか見るんですよ、はい、はい、でこう装備とかも、まあ、まあ、ある程度こう、はい、絞れるじゃないですか、はい、で、まあ、希望の条件入れて、はいはい、なんと大体っていうか結構な人がこう価格順に並べたりとかってすると思うんですよ。しますね、はい、はい、その時に、はい、ボンドの車って結構こう真ん中だったり後半だったりとかに出てくることって多いと思うんですよ、はいはい、でこう、あ、全然ちょっと他の同じ走行距離年式の車に比べたら、うん、やっぱりちょっと高いかなと思っちゃったりするんですけど、はい、改めてこううちのホームページ開いてみると、はい、この装備の充実具合、はいはい、アフターマーケットのパーツの装着具合、うん、はい、それ考えるとめちゃめちゃお得だなと思って。そうなんですよ、はい、トータルで考えたら相当安いと思います。そうなんですよね、はい、だからこうバーってマクラーレン 570S とかバーって並べられちゃうと、うん、あれこれなんでちょっとこんな高いんだってなるんですけど、うん、こう一個一個こうついてるパーツとか装備とか考えていくと、うん、あれめちゃめちゃこれお得だなみたいな。安い、 M4 だってそうじゃないですか。あ、 M4 じゃん、 M3、 はい、はい、安いですよ、はい、相当安いですよね。あれ相当安いです、ついてるパーツ考えたら、はい、だからちゃんとこう紹介しないとダメだなと思ったんですよ。そうですよ、はい、だからこうバーってこう埋もれちゃうというか、でやっぱり車ってこう走行距離と年式多分皆さんこう一番先に見ると思うんですけど、ちょっと本当にうちのこの厳選してるオプションとアフターマーケットのパーツとそこ評価していただければすごくいいんじゃないかなっていう。そうですね、昨日改めてちょっと予習してと思ったんです。でも少なからずとも、お問い合わせいただいてお話しさせていただいているお客様ってやっぱりこうその付加価値を十分に分かっていただいてるっていうのがあるんですよね。だツッチが言うにはもうちょっとこう広くそれを広めたいっていう気持ちも、もう本当にもうちょっと分かりやすくお伝えしたいです、うんうん、そうですね、はい、はい、だからそうですよ、ツッチがさ、いや僕の責任なんです。動画見てる人からも皆さんクレーム入れてください。僕が名古屋に来いってもなかなか来ないんですよ。いや頑張って通ってます。いやもう本当に、はい、だから本当にソフトクローズとか、うん、分かんないじゃないですか、うん、確かに、はい、カーセンサーでバーって並べた状態じゃ、うん、それがついてるのかついてないのか、うん、はい、ただ改めてこうその販売してる土方さんとかがついてくるのも珍しいですよ、はい、はい、もちろん後付けもできないわけじゃないですか。そうですね、はい、そうするとあれ、うん、全然こう価格とまた別のところにこう、うん、はい、魅力というか、はい、あ、本当そうです。ですよね、うん、僕らも書きたいですけど、そうなんですよ、だからカーセンサーとかじゃ足りないですよね。そうなんですよ、だ結局その
皆さん一個一個の画像、ちっちゃい画像を見た時にまた文字を出せたりするんですけど、そこで出したところでってなっちゃうじゃないですか。結局その皆さんこう閲覧した時にバーって何十台何百台出てきた時にそこにすごい装備を書くって言ったらそれ書けないので、そこはねちょっと歯がゆいところで、うん、はい、もっとこう伝えたいところがあるのに、そうなんですよ、情報量として足りないというか、だからなるべくこう車両詳細、車両をピックアップして皆さんバーッと一覧で見た時にちっちゃい画像が出るので、そこの画像にアピールしたい画像、はい、ホイールだったり、ね、エアロだったり、はい、っていうのを僕らその一言かけるんですよね。そうなんですよ、っていうふうにやってるんですけどね、なかなかこう伝わらない、それはツッチパフォーマンスのせいなんで。すいません。はい。だから本当にでもなんかこう、もし値段が合わなくても一回ちょっと、うん、興味のある車があったら見てもらいたいなと思って。うん、そうですね。はい、うん。あとはその当然うちそのカスタム屋さんではないので、はい、ちょっと皆さんこうあまりね、いろいろこう考えて。なんかノーアルで普通にこの車置いてあるけどこれ買いづらいなとかっていう話もたまに聞くので、全然カスタムしていただく分にはね全然頑張りますけど、別にノーマルの車はノーマルで買ってそれを乗り続けて全然いいわけですから、その辺は全然考えすぎないようにしていただきたいなと思います。そうです、うん、ボンド行くとみんな改造されちゃうみたいな、そうそうそう最近そういうイメージになってますけど、はい、もうほとんどっていうかもう普通に乗られてる方も本当に多くいらっしゃるんで、はい、はい、たくさんいらっしゃいます。でもちろんノーマルで販売させていただく車も、はい、全然、はい、どうしても動画映えがあるんでちょっとカスタマイズした車とか、うん、そうですね、特殊な車を紹介させていただく機会が多いですけど、はい、逆にインパクトが大きすぎてなんかこう皆さんちょっとって思っちゃうのかもしれないですし、いやじゃあ何かこういじってもらわないとダメなのかなとか、いじる前提で買わなきゃダメなのかなって思っちゃう人もいると思いますけど、うちは普通に、そうですね、はい、普通の整備工場としてもやってますんで、はい、はい、その辺は安心していただければ。はい、というわけで今回マクラーレン570を紹介させていただいたんですけれども、はい、うん、土方さんの方からお知らせが、まあ毎回言ってるんですけどね、在庫車は足りません、はい、お客様皆様の愛車を買い取りさせていただきたいと、まあまあ毎回ブログでも告知してるんですけど、うちでその買い取りする場合ってそのカスタマイズしてないとって皆さん思う方もいると思うんですけど、全然ノーマルのお車でも僕らがカスタマイズのベースにしたり、次のオーナー様がカスタマイズのベースにしたりっていうことも全然あるので、もう何でもご遠慮なく、輸入車であればそれは当然嬉しいですし、国産の、ね、レクサス関係もうちやってたりするので、そんなのも全然 OK なんで、はい、どんどん名古屋店の方に連絡いただければと思います、はい、まずは一度、まあ、お気軽に何でもご相談いただければ、はい、大丈夫です、はい、よろしくお願いいたします。というわけで今回はマクラーレン 570S をご紹介させていただきました。車両の詳細は動画の説明欄よりご確認ください。最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。